流れ星ありがとう。流れ星キラキラだね。配信ありがとう。今日もめっちゃ可愛いだ。ありがとう。初見です。なんでやねん。おはよう。おはようございます。おはよう。おうおうおお。短冊が、おうおう。短冊が、短冊が、おうおうおお。短冊もあるの？短冊ザクザクでいいですか？はい。ありがとうございます。どこ行った？わかんなくなっちゃった。お目覚めいかが？お目覚めは、ぐーぐーぐー。まだ、全然起きてない。おはよう。雨すごいよ。だって大丈夫ですか皆さん。春のところは そこまでな気がする。流れ星キラキラ、単独ゾクゾク、ありがとうございます。おはようございます。あ、単独ゾクゾク、ありがとうございます。ひょんちゃん、なんでやねん。お墓の愛知パー、おー、雨洪水警報。そうなんだ。パー、おはよう。短冊ザクザク、ありがとうございます。おはよう。短冊ザクザク、ありがとうございます。おはよう。近所は大丈夫？東海地方の横浜には大丈夫ですか？大丈夫ですか？短冊ザクザク、ありがとうございます。おはよう。愛知は愛知パーで、うん、おはおはおはよう。好きなんで、どうしてもかな。こちらこそ。短冊ザクザク、かわいい、ありがとう。おはよう。流れ星キラキラ、ありがとうございます。おはよう。おはよう。流れ星キラキラ、ありがとうございます。おはよう。単独ザクザク、流れ星キラキラ、ありがとうございます。おはよう。おはよう。あ、なんか飛んできた。なんか飛んで、ちょっと待って。単独ザクザクと流れ星キラキラ、ありがとうございます。なんか飛んできた。なんか飛んできたよ。すずちゃんにゼリーを、だってゼリーを飛んできたの今。ブルーレは晴れてます。お、よかったです。さあ、でヤッホー、いつも来てくれてありがとう。昨日一緒にスタバなのか、そうそうそう、あんこデラメア、あんこコーヒーなんちゃらを飲みました。美味しかったよ。すごい甘くて、最初なんか混ぜずにそのままストローが刺さったまま飲んじゃった。そしたら下の、一番下のあんこだけを飲んじゃって、うおーって大変だった、甘すぎて。だけどちゃんと混ぜて飲んだら、クリームのところと混ぜて飲んだらいい感じでした。そう、でも混ぜて飲んだら、あのあれですね、某名古屋の有名なあのラーメンチェーンのあのクリームランチャーの味も少し、あ、まあその一緒じゃないけど、そのなんていうのかな、再現、こうお家でね手軽に飲むには再現できそうな感じもしなくもなかった。でもやっぱコーヒーが入ってるということで、ちょっとチョコチップもなんか入ってるっぽい食感がして美味しかったです。ウィーニングボールをこの手に、え、おはよう。大阪も雨降ってないです。東海地方がやばいらしいですが大丈夫ですか。おはよう。声がね、おきさん、とりあえず無理に出勤、出社しなくていいよう連絡済み。自分はすでにオフィス、あ、そうなんだ。早いですね。お早いですね。ね、来る途中でね、大変なことになったら大変ですから。はい、短冊ザクザク、あ、声がおかしくなっちゃった。ザクザクザク、ありがとうございます。大好きだ。君が大好きだ。僕は全領空で走る。ありがとうございます。沢田さんちのカノンちゃん。なんでそんないきなりなんかママ友みたいな呼び方なんですか。おはよう。単独ザクザク、ありがとうございます。おはよう。昨日からたらまたギフトになったね。またイベントで高級ゼリー、どんなやつですか。高級フルーツゼリーだって。どうしようかな。
次々とイベントがあるんだね。おはよう、おはようございます。ひゃほい豊橋大丈夫？あ、ゼリーじゃなかった。七夕のいっぱい飾ったやつが、もう飾ったやつが飛んできてた。おはよう、高級フルーツゼリー欲しいかったら早めに言っとく。そうなのよね、前ちょっとたい焼き、あのフルーツ大福の時たい焼きが大変なことになったから、どうしようか、ちょっと今日は今日始まったので今日決断をしようと思うんですが、どうしようかなって感じです。またこの最後に当てて短冊賞で、これ短冊なんだね今回は、流れ星じゃないんだ。おはよう、おはようございます。短冊か、はい、朝からさんちゃんの顔見ると癒されるな、だってありがとう。ブログ読んでよ、上半期の振り返りありがとうね、ニヤニヤキラーンキラーン。そう、カロも振り返って結構あの何写真を見ながらね、うわー短冊だくだくありがとうございます。写真を見ながら振り返ってたんだけど、結構いろんなことをしていてありがたいなって思いました。短冊だくだくありがとうございます。元気ですか、元気があれば何でもできる。123ちゃん、ほこんばにやっとろう、ありがとうございます。おはよう、だるまちゃんがコールんだ、ありがとうございます。レインボーが恋しいわ、だってそっか、うん、鼻がピクって。じゃあちょっと今悩んでおります、すごい短冊のことで短冊のことで悩んでおります。おはよう、短冊ザクザクありがとうございます。あー、こなんちゃん、井村さん、あーほんほんほんさんは、あ、なるほどなるほど。まあ、あんこの味はそこまで、あのあれですからね、あんこ自体の味はそこまでね、なんか劇的にどこかとどこかで違うってなかなかないと思うから、すごい繊細な和菓子とかで食べない限りからね、まあまあいろんなのを想像しやすいと思います。おは、北海道はでっかいどう、ヒグマに会わないように祈ってて、会ったらもう激怖じゃん。どうやって逃げるのが正解なんだっけ、目を離さずにクーって逃げるのが正解だっけ。小山田さんが好きだったラーメン屋、お、あ、そうかもしれない、そうそうそう、まるまるさんです、はい。ついみつたる例のカノン&タニさん、たい焼きめちゃくたくさん欲しいになってるけど届いたみたいかな。そう、ラッキー、嬉しいです、ありがとうございます。朝日物産さん、ありがとうございます。おはようさんちゃん、おはよう、ももちゃんたくたく800枚獲得して、さんちゃんも頑張る。あ、短冊は今回何枚集めなきゃいけないんですか、最初から混ぜての、あはん、そう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 かなって、絶対違うんだけどね、ちっちゃめちゃん厳密に言えば、お手軽に飲むなら、もやれた、あ、ほんと、おはよう、今日初めてやか飯乗せた、だって、おお、ありがとう、さだかのつけた、やっこ飯でつけてくれたかな、今年も七夕配信、あー、七夕、七夕どういう風だったっけなって、え、でもしたいなとは思います。去年がすごかったよね、鬼姫様になってたもん今回は余裕を持ってたんだ、くちょうだい言うんやだって、じゃあ言おう何枚、そう、ツイッターもね大重要かもしれないからね、カノに短冊を投げて長いわかな、なんか願い、あ、いいね、七夕にかけるのいいね、どうしようかな。おはようさんちゃん、初見さんありがとうございます。おはよう、愛知県出身17歳のさんちゃんことかなでろと書いて沢田カノです、ピコリゴン、よろしくお願いします。チャレンジで短冊ゲット、おはよう、短冊ありがとう、目を輝かせるのやめなさい、だってどっちでしょ、おはよう、
大丈夫、チャレンジを確認してみよう。あ、そうそうそう、ありがとうございます。おはよう、サンフランシスコ。おはようございます。おはよう、仕事行ってきます。いってらっしゃい。ちょっとコメント追いつきます。ハートありがとうございます。どうしようと言いながら決まってるでしょ。だってカナちゃんは家族からはやっぱりお姉ちゃんって呼ぶ。あ、なんて呼ばれてるんだ。え、でもあれだよ、あのスネパパとそのままお姉ちゃんはあんまり言わない。カロンっていう。うん、そう。スネちゃんは、スネちゃんはいろいろです。スネちゃんはいろいろです。ハートありがとうございます。なんだくん2000枚。わあ。ドクドクドク、ありがとうございます。100個投げてありがとうございます。モーダーもう800超えてる。どうしようかな。いつまでだ。いや、でももうこんなことを聞いてもしょうがないな。やりましょうお願いします。単独、単独お願いします。単独を、多分こういうのは早く言ってた方が皆さんも困らないと思うので、短冊ザクザクよろしくお願いします。あのでも大福たい焼きさんが終わったばっかりだし、レインボーも終わったばっかりなので、あの皆さんがの、何、皆さんにとってこう負担にならなければお願いします。早めに行ってね、こうチャレンジとかである程度いけるとかそんな感じだったらお願いします。ティックに行くか計画していくか、ゼリー計画していきましょう。今回は負担になっちゃいかんので、はい。お嬢目覚めの届きありがとうございます。独特特ありがとうございます。はよんちゃんでね、はよさんちゃん、僕もそのままの愛知のフラペチーノ飲んだよ。本当に一生一生美味しかったね。美味しかった。おはよう、どんだけ食いしん坊やね。単独ザクザクありがとうございます。おはようさんちゃん、よんちゃん、なんだよね、みれちゃん。イベントチャレンジ達成まで、達成でリセットまでが定番でしょ。今回もリセット、ええー、上半期以上に下半期も楽しく充実させていきましょう。はい、ということで皆さん、単独ザクザクをチャレンジ欄からチェックしてみてください。ればいいんだよ、私ありがとう。悩んでたんだ、怒ってるのかと思ったけど、かわいそうでした。あ、どうもどうも、怒ってないです、失礼いたしました。達成したらスクショするふりしてリセットします。やっぱりもうしません、リセットしません。短冊ドクドクありがとうございます。初めから混ぜなかったか、混ぜなかったから、あんこの味しかしなかった。初め、そうそうそう、最初下に刺したまんまの、この一番下のあんこだけのところを飲んじゃったから、もうあんこだった。本当に、おはよう、おはよう、振りだった。あら、前回とじ、わー、たくたくたくありがとうございます。2000枚だって。いつまでですか、期間。おはよう、早川さんのブログ、おー、たくたくピンク、ありがとうございます。ピンクと青って違うの、ちょっと待って。あ、たくたくたくありがとうございます。心霊スポットは得意系、いつか一緒に行って、得意か得意じゃないか分かんないんだよね、かの分かんない。でも昨日の夜とかは家でなんかその物陰が人に見えてすごいビビったから、多分得意じゃないんだと思います。そんなんでね、ビビってたから得意じゃないんだと思います。でも行ってみたいです。よんちゃん、なんでやねん、なんか連れて帰ってきそうで怖くないですか、ああいうの。おはよう、あんこコーヒーフラペチーノ甘々だったね、え、甘々だったの、そう、甘々だったの、聞いてくれたの、甘々だったよ。あ、頼む、なら一緒、単独ザクザクありがとうございます。ん、タナバターパンに塗るの、タナバター、タナバター、バター、バターね、バターはねパンに塗るるよ。なんて答えたらよかったから塗ります。おはよう、今から仕事行ってきます、消えてください。せーの、キラ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 、はい、キラキラキラ、はい、キラキラキラ、頑張ってください。
はいよー、ピクリピクリがずっかちゃかちゃ、ありがとうございます。今回フルーツコホキフルーツを打ったり、わー短冊ザクザクありがとうございます。おはよう、ゼリー食べる、食べれるゼリー美味しいよね、やっぱ夏ですからね、いいですよね。おはよう、カロンチ食べたい食べたいおハンド一滴、おハンド一滴、新しいね、行ってろ、あ、行ってアンドらっしゃい。おはよう、あんたが食べたいはず何味かな、ハーダーキュッとして食べたいと思ってる、欲しいなっちゃった。すぬちゃん、すぬちゃん食べたらいいと思うよ。はいよ、今のカロンちゃんなら短冊いけるって。お、ほんと短冊ザクザクお願いします。7日まで、あ、そう、七夕まで、わかりやすい、よし、皆さん頑張って、チャレンジ欄をね、とりあえず頑張りましょう、期待にならない程度に、よろしくお願いします。おはよう、初見です、なんでやねん、7日まで短冊短冊了解、ありがとう、知ってました、はい、ありがとうございます。テロップ、はあ、なんて書こうかな。テロップは、短冊ザクザク。ハッシュタグ決めたいよね。この前、カノにたやきようだったっけ。難しい。どう？伝わる？伝わらなかったら変えるどう思いますか？ちょっとまだこれは実行しないでくださいね。短冊ザクザクありがとうございます。1日300個で週末に達成できるように、自分で言うからそうなのよ。お、絶対言うからそうだなのよ。お、また伝説の配信が見れるために皆様がおさえ、どういうことやん。今回もさんちゃんに短冊見つけましたって。無理しないでください皆さん、毎日配信してるんだからチャンスはあるけど、夜配信した方が、あ、そうなの、夜よんちゃん、なんでやねん、おはよう、もう全部彼女に投げて、短冊ザクザクありがとうございます。皆さん短冊にねしたよね、カクテロップね、短冊関連にしたい。短冊ザクザクありがとうございます。たいやきさんちゃん、おはようだって。今ね、短冊さんちゃんにしようと思って頑張っているよ。ありがとう、おはよう、初見さんありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて沢田かのんです。ぺくりごん、短冊ザクザクありがとうございます。許されるなら高級フルーツティーぐらい差し入れするのに、だ差し入れるのにだってね。え、たいやきの時も、たいやき違うわ、大福の時も言ってくださってたねえ、おはよう、短冊ザクザクありがとうございます。少し短冊と沢田さんとみきちゃんに好きと伝えてください。はい、もちろんですもちろんです。短冊ザクザクありがとうございます。7日まで、ありがとう、おはよう、短冊ザクザクありがとう、おはよう。そう、テロップどうです。あ、あれだ、何日だ、170日ぐらいかな、176日かな。ありがとうございます。短冊ザクザクもありがとう。帰れて連れ、あ、全然読めてない、連れて帰ってん、みんな幽霊さん候補生で、あ、確かに幽霊さん候補生なんだ、そうだそうだ、それは忘れてた。171日だ、ありがとうございます。おはよう、外は土砂降りです、気をつけてください。外に出られる際は気をつけてね、本当に。さんちゃんは、さんちゃん、はやかさんにトンネル誘われなくてよかったね、だって。よかったよかった、はじめまして、なんでねん。では早めにお仕事行ってまいるさ、行ってまいりさ、頑張って、おはようございます、おはようございます。独特だね、みんな挨拶が
面白い。おはよう、一二三ちゃん。あれこれやって話題がある方が好きですよね。短冊ザクザクありがとうございます。カノに高級ゼリーを食べさせて。短冊ザクザクありがとうございます。食いしん坊。沢田に短冊を、ああいいねそれも。カノンに短冊ザクつく。ええやん。座る？あ、座るよ。チャンネルに出て短冊拾ってきてありがとう。いいね。あ、よかった。お願いします。短冊ザクザク。お願いします。短冊ザクザク。ありがとうございます。おはようございます。スヌーシュージーより大切なお知らせ。なんか来ております。おはよう。もう200枚集まってるかな？頑張りましょう。頑張ります。短冊ザクザク。ありがとう。初見さんへのおねだりはまたみたい。はい、初見さん、もう来る初見さん、来る初見さん、みんな初見さんにはもうチャレンジで持ってないですかって聞いてたね。聞いてかなきゃ間に合わなくなっちゃう。持ってないですか。チャレンジに行けば無料の短冊。そう、チャレンジはメニューのところだったっけな。皆さんぜひ見てください。スヌ正治ちょっと来てますか。びっくりがつんかんじがいスヌ正治。まさか、あ、短冊ザクザクありがとう。まさかまたリセットしちゃって泣くのが見たいだけのマニアックな役。はい、そんなもうカナはそんなドジっ子ちゃんじゃないからね。皆さんもうリセットしない。ちゃんと今度は感謝を伝えたいからリセットしない。しかも今回はあのわからないけどその期間をねちゃんと有効に使ってやる予定だから頑張って。おはよう。短冊ザクザクありがとう。あら、すぬちゃんが。またすぬちゃんと食べる。そうだね。まだね、フルーツ大福いつ頃になるんだろうね。おはよう、さんちゃん。小学生が経営してそうそう。大丈夫か。短冊ザクザクありがとうございます。あ、お知らせ来たよ、来たよ。7月4日、居酒屋さんちゃん1周年記念。1日限定オープン、イエーイ。発表ありがとう。スヌーショージー様から発表がありました。はよなやなやや居酒屋さん、そうなんですよ。いいね。はい、ありがとうございます。4日日曜日だっけ。え、4日は日曜日、ちょっとわかんない。金曜日と日、あ、そうなんかあったっけ。かの皆さん、かの忘れてる用事がある。そう、日曜日にできたらなって。日曜日だよね。ちょっとこれが暗すぎてわからないんだけど。短冊ザクザクありがとうございます。今日仕事なのに長くてもね、わかんないですよ。そんな雨大丈夫なことをね祈っております。おはよう。7日まではテロップ固定できましょう。かの願いは短冊ザクザク。居酒屋さんちゃん1周年、前の年オーラの誕生日だけ開店してくれる、だって。うん、そう、1周年はねやろうと思って。ここめちゃくちゃ今日はすごい近いの、ごめんなさい。短冊ザクザクありがとうございます。お仕事行ってきます。いってらっしゃい。そうか、居酒屋さんちゃんから一緒にならしない。そうなのよ。短冊ザクザクありがとうございます。居酒屋さんちゃん、短冊ザクザクとはまず一つ目の意味は短冊でザクで、じゃあそのままザクザクって意味なんだけど、あの繰り返しただけなんですけど、あのマシュマロマロマロみたいな。二つ目の意味は短冊をこうザクザクって感じです。いっぱいっていう感じですね。いっぱい必要なんです、カノンには短冊が。なので短冊ザクザクです。短冊ザクザクありがとうございます。あの今度のねイベントですね、フルーツゼリーをかけたイベントに、たあの短冊ザクザクがすごく必要なので頑張ります。おはよう。わー、短冊ザクザクありがとうございます。 2.5 ちゃん、あー、0に近づいてる。おはよう。初見さん、ちょっとそこでジャンプしな。お、短冊持って、お短冊持ってる。短冊ザクザクありがとうございます。無理ですねって。
あー流れ星もありがとうございます。キラキラすーちゃん1周年でゼリーやん。おっ、感謝を伝えるためのリセット違います。もうそういうふりじゃないです。はい、やっとその順次でもタクシー領収書切れますか。何ですか、タクシー領収書ですか。短冊ザクザクありがとうございます。切れるんじゃないですか。短冊ザクザクありがとうございます。長時間配信すると時間ある、長時間、その居酒屋さんちゃんの時はでも結構ね時間かかると思う。短冊ザクザクありがとうございます。毎日集める、大丈夫。でもね余裕をこいってると大変なことになる。ちょっとさっきスノーさんが来てくれてて、実は今日はスペシャルなアボカドトーストが届いてるよ。見て皆さん、このうおー光り輝くアボカドトエビアボカドトースト。ちょっとコメント落ち着きます。単独トークとかありがとうございます。フォローしました、ありがとう。あ、またスクショ、スクショ、スクショ、あ、そう、スクショ大変な、そう、あの時は本当にありがとうございました。短冊ザクザクありがとうございます。そう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 、頑張っておかみさんにならなあかん、お腹空かせとかなあかんね。お、明日、明後日日曜日、おお日曜日短冊、あ、ねえねえ短冊にさ、今回短冊にメニュー変えたらどう。ちょっと適当に言っちゃった、ごめんなさい。日曜日です。じゃあおはようございます。カノンでね高級ゼリーを、俺はビオリンアイス食べたい、カノンも食べたい。居酒屋さんじゃね、懐かしいでしょ。夜配信を受けた、そう多分夜だ、夜になると思う。まだ4日の名古屋に、あ本当ですか、本当ですか。小学生が居酒屋に出入りしちゃダメでしょ。いやむしろ出入りして、いやそれじゃあ店員さんにならなきゃだから。短冊ザクザクありがとうございます。お願い皆様、チャレンジに一度だけ大量短冊が10枚配布されます。ぜひご協力をよろしくお願いします。短冊ザクザクありがとうございます。短冊を掘るように、あ短冊を掘っちゃうか、掘っちゃう、まあ伝わるということだったので、皆さん達成状況にさんちゃん90枚で登場したよ。あ、本当？短冊作がありがとうございます。ノアドク、ちょっと皆さんにバレるかバレないかって感じでスルーしちゃった。ありがとうございます。ママさん。おはよう。短冊作ありがとうございます。ご料理が食べれます。はい。伝説の食べるおかみ。はい。1周年祝い短冊で受け1周年祝いは短冊で。はい。よろしくお願いします。居酒屋さんちゃんの1周年祝いを皆さん短冊ザクザクでお祝いよろしくお願いします。短冊ザクザクありがとうございます。ピンクありがとうございます。ザクとは違うな、ザクとザク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 、あう、あーコメントがビュってなっちゃって、どっかに行っちゃって、どこに行っちゃったのという感じです。はい、すずちゃん宣伝上手ですね。カノンの100倍上手です。お仕事行ってきます、頑張ってね。流れ星キラキラ、おありがとうございます。流れ星キラキラの存在感がね、もうちょっと出てくれてもいいのにね。これ、あ短冊とかとかありがとうございます。地下鉄の駅まで10分近く歩いて、雨は降らず日頃の行いがよろしいおかげ、きっとそうだよ。なるほど、フルーツリー食べたい、さ食べたいんです。おはよう、チラだからさん居酒屋ちゃんと補助金申請した、もう危機だから。そんなネタにしちゃいけないんですよ。本当にね、皆さん飲食の皆さんは大変苦労されていると思います。居酒屋なんて特にね、お酒も出せないし8時までだし、もうそんなって感じですよね。はい、短冊ザクザクありがとうございます。おはよう、短冊ザクザクありがとうございます。スーパポに書かされてるようだって、書かされてるよなんて言わないの、それじゃあ。ありがとう、おはよう。短冊準備せなあかんね。そうね、短冊ね、去年のが大事に取ってある気がする。短冊ザクザクありがとうございます。小学生の学部にね、そうそうそう。まあ皆さんね、気づいてる方はいらっしゃると思うけど。伝説の中学生、もう中学生じゃないんだよ、高校生。あれ、去年だっけあれ。去年だったら高校生な。高
校生です。沢田庄司で私領収書切れなかった。あ、素の庄司頑張ってください。スナップパックルマク、おお、居酒屋さんちゃんの配信を見るには短冊のチケットが必要。そうなんです、うまいこと言いますね。短冊のチケットが必要なんです。そうです。おーおお、光ってるの。ちょっと、あ、アボカドのところに来たから食べようと思います。ちょっとコメントが遅れちゃうけど申し訳ないですね。あ、グッドアイデア、お品書き、あ、いいじゃん。お、そう、お腹が今日はね食べてないんですよ実は。そうなんです。はい、あったかいうちにいただこう。短冊ザクザクありがとうございます。ちょっとコメントが読めません。今160個ありがとう。じゃあ見て、ちょっとうまく映せないけど、落ちたら大変。エビが乗ってます今回。レインボースターと短冊ザクザクありがとうございます。いただきます。今日はなんかこれダブルソフトか、すごいこんがりだな、美味しそう。どうやって食べ、美味しそう。そうそう、まず耳から痛い。美味しいですね、ダブルソフトは本当に。じゃ、さあそれではアボカドに入ります。アボカドに突入、エビにも突入。激うま、おいしい、めっちゃおいしいよ。アボカドじゃない、短冊ザクザクありがとうございます。おいしい。エビは初めてだったんだけど、多分最高だね。初めてじゃないか、わかんない。エビおいしい。遊びに来てありがとう。ちょっと今すごいこと、あ、いや、食レポ、食レポはまずパンのこうこんがりとしたパンに、アボカド、森のバターと言われるアボカドのこうクリーミーさと、あとはマヨネーズの塩気とエビの旨味が合わさって最高のトーストになっております。今回どうですか、うまくいったんじゃないですか。皆さん、カノンさんにしては上出来じゃない、どうですか。おはよう。あ、さあ、相性は神。うん、今日は雨だから早めに剥がされます。うまそう、うまいよー。いってらー。よい、食レポ。あ、いいですか、今日お休み3連休です。あ、本当ですか。今日からあのあれですね、居酒屋さんちゃんぜひ見てね、4日にやるから。上畑さん、英語さんは瞬間的に達成する。さんちゃん頑張る、かなわんね。20点、あら厳しいですね。それ30点中20点ってことですかね、きっとそうでしょう。うん、おいしい。シュリンプカクテル頼んでしょ。何、シュリンプカクテル、米を強調する可能性、自分で言っちゃダメだよね。そう、自画自賛しちゃったからみんな引いちゃうそこは上手じゃない、ここまで上手、カノンにしては上手だった。あ、美味しいです。うん、いいね、すごく美味しい。あー、やーさんがコーラがありがとうございます。207枚ありがとう皆さん。
200超えた、すごい、皆さんありがとう。おいしい。そう考えるとももたんさんすごいですね。もう800円ねっとり入れたら100点。あ、そっか、やっちゃった。発送準備に取り掛かってくださってるの。飲み物あります、お茶もあるし、持ってきて。あ、ねえ見て、気づいて、ねえ誰飲み物言ってくれたの、ありがとう、気づいてなかった、言って、気づいてなかった、見て届いてた飲み物も、お茶かと思ったらね、トマトスープだった。うーん、見て、ちょっとうまく映らないけど、トマトスープだった。おいしい。短冊いかに無料分を投げてくれる人で、そうだよ、だから初日が重要、初日じゃないけども多分よろしくお願いします。お、すねちゃんからもありがとうございます、かわいい、ありがとう、すねちゃん短冊ありがとう。おはよう、ちょっと今スープ飲んでるから待て。うん、冷製スープ、冷製スープです皆さん、めっちゃ美味しい。あ、これカノンが、あ、これカノンが好きなやつだ、美味しい。小指操作開始、おはよう。ここにしたら危ないね、おしゃんてぃありがとう。ももちゃんについで2位を爆心してるよ、頑張って、ごはぶり。すずままさんありがとうございます。最近2限からの授業、あ、やっと来れた、ありがとう。寝起きなの、カロも寝起きだから一緒だね。トーストを持って風な飲み物ね、もうまだ完食してないよ、ここにいっぱいある。見えまる、すずまるやるノーだって、おいしい。ちゅうちゅう入るってよくぶつける、小指とか足の小指とかよくぶつけませんか皆さん。うん、面白い。あとそんなに痛くなくても痛いてって言っちゃったりとか、カバンをぶつけても痛いてって言っちゃったり、神経通ってないんですけどね、カバンには痛いてって言っちゃったりとかあります。おいしい。ザクザクザクありがとうございます。赤いザクザクは緑の3倍、緑あるの、青か、うん、4ちゃんなんでやねん、夜の分じゃできない、夜の分も夜配信ってこと。さんちゃんは外羽部屋と思ったら違うね、寝癖だね寝癖がボシャボシャだね。ザクザクザクありがとうございます、ぼさこです。良い週末を、おはよう。朝から食べれてよかったです。うどんの日です。今日はうどんを皆さん食べますか。ミリケン屋のうどん注文しましょう。眠たいな。ザクザクザクありがとうございます。そう、口癖です。足の小指かなりくる、うん。パン食べたいですか。あげません、美味しいです。おはよう、5時間とありがとうございます。これちょっと聞いたいな、ボリューミーすぎて、あららららら、あー落ちる落ちる、じゃあエビとアボカド一人ずつ落ちた、美味しいぞ、なんか食べる、おいしいです。今日来ます、ピンクは有料、そうなの、皆さん短冊ザクザクありがとうございます。無理しないでね、うん、お手紙まだだよ、多分劇場に行かないと
ミニは届いて、あら、なんでカノンさん届いてないの。ザクザクザクありがとうございます。なんでだろう、届いてないですまだ。次行ったら確認しますね。短冊ザクザクありがとうございます。ピンクの短冊はもう桃短冊というらしい。あ、桃短冊ありがとうございます。いいですね、桃短冊、桃短冊かわいいかわいい。今更だけど先月の13日に誕生日でした。本当ですか、先月ですか。じゃあちょっと遅々になっちゃったけど、あ、でも7月始まったばっかりか。さあ、ハッピーバースデー、名前がサン、ハッピーバースデー、サン、ハッピーバースデーディア、サン、ハッピーバースデー、サン、おめでとう、おめでとうございます。寝ぐし、足の小指でグラスを割って、青紫、紫色になったことね。あのね、やばいじゃんそれは。かのも一回ね、親指の爪がなくなったことがある。なんでだったっけな、なんかをボーンって落としてなんか重いものを落として、でちょっと紫になっちゃって取れちゃった。おいしい、一人ずつ落下しちゃった。あ、二人落ちてる、エビちゃんが大変。服キャプテン、スキーが好きな服だ。メリケンや、あ、そうなんだ、看板娘なのね。おいしそうだって。パンの視聴者プレゼントがあると聞いてきました。パン視聴者プレゼント、ああデマ情報です。短冊ザクザクありがとうございます。おはよう、ももちゃんに会ったらももちゃんと喜んで、ももちゃんと喜ん呼んであげてに喜びます。ももちゃんできるかな。前の意味やって美味しかった。おはよう、ザクとは機動戦士ガンダム、ガンダムシリーズに登場したモビルスーツの総称である。ザク、わけわかめん。カノンはね、ガンダムはわからないです。説明ありがとう。さて、お仕事行ってきます。だねだね。人参ザクザク、人参短冊、短冊、短冊218、ありがとうございます。見に聞いてみ、持ってるです。そうなの、聞いてみようかな。今日の劇場クレシマミヤ、すいません、あ、そうなんだ、改めておめでとうございます。ハッピーバースデー、はよう、休みと思ったら出勤になってた。大丈夫大丈夫か、間に合うか。サンちゃんもちょっと早いけど大丈夫。サンちゃんめっちゃ早いよ、5月だよ、だってもう一周回らないとって感じ。タンザクザクザクありがとうございます。3月、今更すぎるな。短冊キラキラありがとうございます。ちょっと食べるね。ミオタラベル、あ、お水の、うん、そう、爪がね。レインボースターありがとうございます。6月誕生日でした。本当ですか、6月ですか、お会いしますか。うーん、おいしいよ。でもキリがなくなっちゃうね。おめでとうございます。おいしい。新しい推薦コメントが届いたって、ありがとうございます。エビ、エビをピョってして食べたい。お口の中が本当にねっとり。ふきふき、ふきふきしました。
短冊に紫白ピンクだけ振りたいとか言います。書いてください、きっと叶います。飛ばしちゃダメよ、ザク。だからアンダーにミルキちゃんとミキちゃんと出ないでくれ。バイクだけに高気分型ザク2 K2 みたいな、テンションが下がる。ごめんなさい、だってさ、この何も反応してあげられない。ガンダムはちょっとカノンの領域外。こぼしちゃってた、大変大変です。ボリューミーすぎてこぼしちゃってた。チキンです、なんでやねん。しりしり、人参しりしり、短冊ザクザク、ありがとうございます。ザクヨーニャンさんが詳しい、聞いてみよう。ザクって何ですか。よろしくお願いします。キラキラ、ありがとうございます。ヨーニャンさん作ってたの。ブラム、ブラモデル、ザクザク、ワイヨーザク、わけわかんない。画像を検索しないで想像、ザクを書いてほしい。ザクなんだっけ、起動モビルスーツって結局なんだったっけ。モビルスーツザク、どういうことをするやつなのか。ザク短冊ザクザク、ありがとう。あ、じゃあ短冊ザクザクってことで短冊っぽいのか。絶対違う、ガンダムでしょ。お花がむずむずする、お花がむずむずします。短冊ザクザクはフルーツゼリーをかけたイベントに短冊が必要なので、短冊をたくさんちょうだいっていうザクザクです。チャレンジでぜひ確認してみてください。こっちこっち、あっちこっち、今さらだけ血がついて、今さらですね。農業ロボットのズコク、わあズコク。すごいこけそうだね。レインボースター好き、レインボースター、はじめまして、なんでやねん、おはよう、うまい。どこにゃん、おうちゃんがガンダムは詳しそうですよね、おはよう。あ、短冊ザクザク、ありがとうございます。まだ一口じゃないよ、最後まだいっぱいある。耳も食べやすく、耳がっつり、でもあのダブルソフトだから柔らかい。仕事行ってらっしゃい、ファイトです。僕の朝ごはんうどんです。あ、今日うどんの日だからね、あれですね、ちょうどいいですね。美味しそう、短冊ザクザクザク、紫白ピンク、爪が紫白ピンク、あ、でもなくはないよね、だって紫、白とピンクは通常の爪って感じで、わっって言ったら紫っていう感じだから、ちゃんとしてください。はい、スーパパでも若いぐらいが、わからないな。短冊お長冊あるかもしれない、あるかもしれない、面白いね。短冊確かに、長冊ってのが、長冊なんて読むの、長冊、ホーエットで女の子にも人気があったの、あら覚えてしまった。お、会社に着いた、今日は山に入る準備する、山に、今日は山に入る準備をする、それでクマに会わないように気をつけてね。山に入るの、仕事に帰りに名古屋に行くとか初めての経験の今日です。お、仕事帰り名古屋に来るんですか。ロボットです、説明長くなっちゃダメ。ガンダムの宿敵ザク、宿敵なんだな、短冊っぽい、オッケー。この前出てきたきっとあれが多分ザクだ、ザクって漢字を出すね。ザクザクでしょ、敵だもんね、絶対違う。ちょっとあのただお絵描きに付き合ってくださいね、絶対違います。
あー間違えた、なんどうやって書こうかな、ザクシケザクシケシかケか、とりあえず K でいっか、できました。カノンさんのガンダムを全く知らないカノンさんの想像ザクまで3、ちょっと待って、ちょっと待って、もう帰っちゃった、まあ、いいや、消せないからしょうがない。3、2、1、ででーん、こんな感じです。カノンさんの想像ザク、どうですか？ザクザクじゃない。ザクこんな感じですか？ザクは違う？ザクこれざっくりなんであれだって、ザクがちょっとカタカナで書けばよかったな。ザクってだ。ザクちゃんと意味がいろいろあるんです。やっぱザクザクしてるということは、ここがこうチョキチョキし、なんかザ敵にました、ごめんなさい、そっくり、本当にそんなわけがないね、ごめんなさいね、怒らないでください。チューブベースじゃないから強そうでしょ、ここがこうフォークみたいな感じで、フォークでなんか食べるときはザクザク言うじゃないですか、ザクザク食べるみたいな、そういう感じでザクザクが表現されています。そしてここの胴体は短冊になってるので、とても軽いザクになっております。もうペラ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 ザクペラペラザクでございます。そしてこれはザクって書きたかったんですけど、 K 違ったかもしれない、から刀からで書けばよかったなって後悔しています。でまあドリルなんですよ、これはドリルだからやっぱぐるぐるね、こうドリルで、いってらっしゃい、大丈夫かな、スルちゃんすごいファーって言ったけどね、だから完成した想像上のザク、ペラペラザクです、ペラペラザクドリル、そう、攻撃もできちゃう、ちゃんと攻撃もできる、しかもこれはすごい隙間にも入れます、短冊なんで、すごい隙間にスッと入って、下手したらこの人からしての敵、まあガンダムかの隙間にこう入って侵入もできますね、これすごいミニミニザクです。はい、ありがとうございました。今日はカノンも勝ちました、スヌちゃんに補給せるよってね、スヌちゃんが言っております。はい、なのでぜひ皆さん、なのでってすごいお姉ちゃん良くないですね、はい、カノンも食べたいのでぜひよろしくお願いします。さあ願い事が叶いますか、あここにかけるんじゃない、ここに、あだから技とかあるんですかね、技とかの名前をここに書いたらそれがもうできちゃうみたいな、そういう感じです。はい、ガンダムファンの皆さん失礼いたしました、ごめんなさい、申し上げます、お詫びを申し上げます。すずちゃんしか勝たん、短冊速報259枚、ありがとうございます。大丈夫かな、どっかでちょっと本気出さな、間に合わんね。さあそれでは今日はね、もうそろそろ時間なのでサンデスタイムに行きたいと思います。それでは13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位、サンです、ありがとうございます。12位、サンです、ありがとうございます。11位、サンです、ありがとうございます。10位、サンです、ありがとうございます。9位、サンです、ありがとうございます。8位、サンです、ありがとうございます。7位、サンです、アットマークコミネットリー、ありがとうございます。6位、
さんです。アットマーク横浜にあでで、ありがとうございます。5位さんです、ありがとうございます。4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんです、ありがとうございます。そしてそして2位さんです、アットマークオン横浜にありがとうございます。そしてそしてそして今日の第1位はザク、はい、さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。そして今日の85位、やっこさんは85位はさんです。あやつもぜひやっこファミになっちゃってくださいね。ブキューン。はい。ということで皆さん今日もありがとうございます。トマトスープを飲みます。そして直近をしたいと思います。あと3分、400円いくかな。とりあえず300円入れたいと思います。さあそれでは100円貯金200円貯金300円貯金もうたら857個、あらら、短冊続々ありがとうございます。皆さん、じゃあ短冊続々の話をちょっとさせていただいて終わると思います。はい、今回7月のイベントは短冊を集めてフルーツ、高級フルーツゼリーをゲットしちゃおうというイベントになっています。短冊の方は最初ね、あの最初の状態だとメニューの方からチャレンジを開いていただいて、チャレンジを確認すると短冊、無料の短冊が10枚あるはずなので、ぜひ皆さんそちらを一度チェックよろしくお願いします。短冊ザクザクありがとう。で、無理しないでねという感じで、楽しくフルーツゼリーをゲットできたらなと思っております。ハッシュタグカノンの願いは短冊ザクザクの方でもぜひ拡散よろしくお願いします。はい、それではあ、4000人いった。100円追加します。400円、ぴったり、お、ぴったりの、あ、ぴったり賞、ビンゴビンゴビンゴ、あー、ほんとだ。では皆さんお耳にお気をつけになられて、せーの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハットをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺で、ね、またこやね。ありがとうございました。あ、そうだ、7月4日、7月4日に居酒屋さんちゃん1周年やるので、ぜひ見に来てください。バイバイ、ありがとう、良い一日を、またね、バイバイ、バイバイ。あとちょっとある、バイバイキン、バイバイ。何時、まだ分かんない、夕方からだと思う。バイバイ。バイバイ、楽しみに、カロモ。